さあ、もう着くぞ。お父ちゃん、ずいぶん田舎まで来たね。島根？いや、実はそんなに東京から遠くもないんだ。へえ。マズルカ、ずいぶん不機嫌ね。田舎暮らしがそんなにお嫌い？マズルカはどうして自分の名前がマズルカなのか不満でしょうがないのよ。おいおい、君が生まれてもう5年が経つというのに未だに気に入らないのかい？気に入るわけないじゃない。なんでマズルカなのよ。そもそもマズルカって何なのさ。それはそれ、生まれたばかりの君を見て思わずまずいって思った気持ちをそのまま名前にしただけで。何がまずいのよ。どうしてその気持ちをストレートに名前に託すの。もう他の名前が考えられないくらいのインパクトだったし。バッキャロー。お父ちゃん見て、老婆よ。老婆がいるわ。よし、みんなで老婆に手を振ろう。ちょっと危ないじゃない。ちゃんと前見て。というわけで母さんは入院したんだ。あんたの責任でしょ。お父ちゃん、探検してもいい？あんたもこんな時に何言ってんのよ。真っ黒なんとかが出てくるから踏んづけてみるんだぞ。おいおい、先に言うのかよ。みっちりいるじゃない。田舎いよ。あっという間に田舎嫌いになってんじゃない。あんた威嚇してきてるし最悪だわここ。もうそもそもなんでこんな田舎で暮らすのよ。父ちゃん、新宿のコンビニでバイトの身分でしょ。マズルカ、あれなんだろう。え、ルパンじゃない。あれルパンでしょ。ルパン、大泥棒よ。やばいわよ、隣のルパンよ。ルパン、お願い、お母ちゃんが早く元気になるように。あんたバカじゃないの。母ちゃん大怪我したてのほやほやよ。早くも減ったくれもないじゃない。つかルパンにお願いしたところで意味ないでしょ。なんで雫落ちてくんの。父ちゃんまで何はしゃいでんのよ。まさか隣にルパン三世とはな。そんなのんびりした話じゃないでしょ。父ちゃん、早く銭形警部に通報してよ。マズルカ、そんなに無邪気な心を失うと喉の奥にどす黒い怨念をぶち込むよ。ファンタジックにさらっと恐ろしいこと抜かしやがったな、こんちくしょう。よし、じゃあお母さんのところに連れてってあげよう。あ、もしかして巨大な動物に乗っていくの。おいおい、まさか。人間どもよ、この森から出て行け。違うわかよ、それにいろいろ違うし。何がしたいんだよ。聞けよてめえら。そんなことがあったおかげで私は変な夢を見た。ルパン一味が私たちの家に乗り込み、家財道具を一切合切盗み出してる夢だった。でも案の定、夢じゃなかったな。だから言ったんだよ。